曲ね、音楽ね、そんなしょっちゅうやらんでもいいんだけど、流してあげた方がいいですよ。どのタイミングでやるのが一番いいですか？それは人間がそう思うタイミングで。で、音浴した後にちょっとやってほしいことがあるから、音浴はまあ38から39、ちょっとぬるめのお湯って感じですね。結構、でも結構なんですね。そう。で、やる時間は1分から5分ぐらい。で、どちらにしてもさ、溺れるほどのお湯があったら危ないじゃないですか。うん、だから少ないから温度下がっちゃうからさ、足し湯するならいいけど、そうじゃなかったらもう触ってちょっとぬるくなったらもうあげちゃう。で、温浴した後に、まあ、タオルドライ拭きますよね。で、なんかスポットライトみたいなのあります？温めるやつ、温めるようなライト。ライトは一応家にありますよ。それでスポットライトで温めてあげる。で、その時にあったかくないとこで30度ぐらいで、あったかいとこで40度ぐらい、温度差つけてあげる。そうするとこの子がそこのちょうどいいとこ、そうそう、あ、40度のとこにいたいできれば40度でも、熱くなったら握れるように、全部が全部あったかいとちょっとしんどいから。で、これを大体そうですね、30分ぐらいかな。まあ、最初はちょっと短くした方がいいですよ。最初は1分から、でも何でけど30分ぐらい。だからこうすることによって、要はちょっとね、体がちょっと温まって、それで体を拭いてスポットライトの方にいると代謝が上がってくる。代謝が上がってくると皮膚の脱皮も進んでいくかなと思います。だけど絶対栄養を取らんとこれだけやってるのはダメですからね。だから栄養を取った上で温浴は。さっきの肉よりね、もう1分から30分ぐらい。UVB は、だから仕事をさないと。で、あとはこれを浴びると、体の中のビタミン D が、食事とったビタミン D が、活性型のビタミン D に変わってますね。またビタミン D に変わって、こいつはカルシウムさえ取っていればカルシウムの代謝を良くしてるから、増えるから骨とか強くなる。だからあと日光浴はそれ以外にも、やっぱり日に当たればちょっとでいいから、日に当たると免疫力が上がったとし、その UVB による殺菌作用もあるかなと思ってやってあげてください。あとしつけ、の基本って言いますか、市場のためのしつけ、あの食事あげるときなんかスプーンかなんかであげてらっしゃるでしょう、うん、そうですね、私も全部私は確実にピンセットで、うん、スプーンとかピンセットね。で、これはね、あの一口だとご褒美っていうか、とにかく手からとかピンセット、ハンドフィーディング、スプーンフィーディング、ケーゼンフィーディングしたら、とにかく褒めるとにかく褒める、言葉では褒めて、優しく話しかけて、できれば触ってあげる。ヤンモリも分かりますね。うん、分かると思う、食事と絡めれば。だから褒めるは、あーとか言っておくわ。でもめちゃくちゃ喋りかけちゃうんで、うん、それであの少し触ってもらうと、撫でるようにね。で、これができたらですね、まず一番目、名前が多分みんなついてるでしょ、うん、名前を呼んで、うん、でも呼ぶと反応するんですよね、うん、意外と目と目を合わせる、うん、目と目が合った瞬間に一口食べさせて褒めたり、うん、あとより名前を覚えてくれるかなと思います。それから、もう短い距離でおいでって来てくれたら、一口食べさせて褒めてあげる。ここまでできればやってほしいかな。で、これができたらですね、治療の時には必ずね、いきなり治療だけすると嫌われちゃうから、おいでって食べさせて褒めて、それからここで治療してあげる。尻尾のね、消毒、それから投薬で、終わったらもう一回一口食べさせて褒めたいなと。そんな感じで
やってもらえると、ここのストレスが和らぐかなと思います。まあ、あと最後、3番パイアのレートトレイ。まあ、なかなかちょっとこれは難しいかもしれないけど、まあ、扉開けといたハウスを切って入れるように教えてもらうといいんだけど、それもやっぱり食べ物なんですよ。まあ、こっちのお皿じゃないけど、ちっちゃなお皿に。まあ、その子プレステップとして、おいでって食べさせて褒めますよね。さあ、この子が見てる前でちょっとこれじゃ食べにくいけど、お皿に一口乗せる。で、これがハウスだとしたら、そのままハウスの入り口に置いて扉を閉める。そんで、2、3秒待たせてからハウスで扉を開けてあげると、まあ、入って食べるかどっか行っちゃうか。どっか行っちゃったら、また置いてからやり直したけど、もし入って食べたら、まあ、ちょこっといいんですよ。食べたらそこですかさずもう一回、食べさせておくのだけ。でも、これは、部屋に戻ったら餌が出てくるって、多分覚えてるね。いや、そうそう。だから、とにかく、ね、食べ物を上手に使ってね、アイコンタクトとか、お家とかね、やってもらえると。だから治療の時にも、ちょっと食べ物を使ってやっていただけると、はい、ストレスが上がるかなと思います。入りました。はい、すみません。じゃあこれを渡しますね。で、一応薬は1週間なんで、まあ、もし見せてもらうんだったら1週間後にまた見せてください。わかりました。で、その時これだけ、ビシッと書いてもらってもいいですからね。書いてても全然構いませんから、かける範囲で書いてください。書いちゃってます。